ゃあ改めましてよろしくお願いします。また3年間の観光大使をお引き受けいただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早速ですけど、はい、3年間市川の観光大使をされて、はい、印象に残ったかこととか場所とか、はい、出来事とかありました。はい、私が観光大使させていただいた後で、こう市川市を離れてからだいぶ時間が経ってしまっていたので、新しくできた施設とかに初めて行ったので、それもすごく感動しましたし、こう昔のことを思い出しながら改めていいところだなって思ったりしたので、はい、例えばアイリングタウン。はい、アイリックタウンももちろんすごく素敵でしたし、ただちょっと残念で行った時はちょっとお天気が悪かったので、うん、最高の絶景というわけではなかったんですけど、道の駅市川も、うん、はい、行かせていただいて、そこで私の特別メニューを作っていただいたんですけど、うん、そうそうそう、私もいただきました。本当ですか、はい、すごい味も私好みの味付けにしてくださってて、うん、はい、すごく美味しかったですし、なんか印象はね、美味しいと同時に健康食っていう、はい、あ、ね、サラダとかも召し上がりました。すごいボリュームもあって、なんか何人かで行ってもすごく楽しめるなっていう感じでしたし、ね、コーヒーもすごく美味しくって、うん、あとはそう特産物、うん、あんなにいろんなものが売ってるの知らなかったので、私もたくさんいろいろな野菜とかもいろいろ買わせていただいて、はい、楽しかったです。東京に一番近い道の駅で何か、はい、柔らかい、ね、ふんわりとした、はい、安心するような感じがやっぱり道の駅ってありますよね。そうなんですよ。私同期生、宝塚の同期生で、はい、たまたま市川市ではないんですけど千葉県寄りに住んでる子が全然何も知らずに道の駅市川に行ってくれていて、うん、愛ちゃんのメニューがあったっていうので言ってくれて、すごく、はい、嬉しかったです。はい、デザートも美味しかったです。あ、デザート、ね、すごい美味しかったですよね。はい、そうですか。はい、僕も実は同じ小学校出身で、はい、日の出学園知ってました。はい、もちろんです。そうですか。私それこそ小学生の時に、はい、議員会館とか、うん、国会議事堂の社会科見学、もちろんそれで食堂で田中さんに多分会わせていただきました。お話をお聞きして、多分その時なんか凄さをよく分かってないでただなんかわーわー言いながら社会科見学をしてたんですけれども、日の出の生徒はね、はい、母校ですから、はい、国会見学のお手伝いをして、はい、ね、すごくなんか印象に残って。そう、食事もした？しました。食堂でしたと思います。そうですか。なのでまたこういう形で今お会いしてると思うとすごく感慨深いです。これからは何かこう観光大使としてやってみたいこととかありますか？そうですね、私動物すごい大好きなんですけど、うん、市川動植物園、はい、はい、小さい時本当によく、うん、いとことかとよく行ってたんですよ。で、ね、ひよこ手に持ってる写真とかいっぱいありまして、家でもなのでなんかまた改めて大人になって市川動植物園行って動物と触れ合いたいなと。ぜひ。そういうロケがしたい。もう36年ぐらいになるのかな、動植物園。でも動物たちは元気です。動物たちは元気、はい、それは良かったです。新しくね、アルパカが来て、アルパカ、そう、アルパカ見たいんですよ。可愛いですよ。会いたいです。この間ね、小学校で市川カルタというのを、はい、できましたということで皆さんに紹介して、うん、はい、動物たちが市川の名所旧跡、うん、あるいは人物を紹介しているカルタなんですね。はい、だからカルタを想定するときにアルパカぐんぐん来てくれてかわいい。あとね、マイクロブタ、マイクロブタ、こんなちっちゃいやつ、ところがこんな大きくなっちゃったあとモルモット、そうなんです、ね、子供たちも喜んでくれて、はい、そうか、じゃあ一緒に行きましょう。動植物園ロケしましょう。はい、お願いします。オランウータンを紹介します。オランウータン、はい、ぜひお願いします。インドネシアと市川市は姉妹提携を結んでまして。あ、そうですよね。インドネシアからオランウータンを、はい、ぜひぜひ合わせていただきたい。そうですね、はいはい、改めて聞くのは市川市をどういうふうに今見てらっしゃいますか？そうですね、なんかこう今までこんなに歴史が
息づいてる町なんだなっていうのはあまり知らなかったですし、改めてすごくこうやっぱり自然が豊かなところだなと思うので、なんかすごくやっぱり魅力がギュッと詰まった町だなと思ってます。本当に長い歴史があるんですよ、うん、もう縄文時代から人が住んでいて、はい、いろいろな掘り起こしていくと宝物がいっぱいあるんですけども、ところが東京に近いということで、はい、ついそういうことが、そうですね、はい、もっとね、なんかこうみんなに知ってほしいですよね。嬉しいです、はい、これから3年間の観光大使としての意気込みを聞かせてください。意気込み、そうですね、本当にまだまだ市川市には魅力がたくさんあると思っているので、私が自身もっと市川を知って、市川に住んでる方にもですけど、そうじゃない方にももっと市川の魅力が私を通じて発信していけたらいいなと、もっと市川ファンを増やしていきたい、頑張らせていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。私もね、市川市に住んで子育てしやすいなっていう街をですね、はい、一生懸命作りますので、一緒に力を合わせて市川の魅力を発信していただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。